今回福島グルメ Q を担当するのは佐藤玲奈です。この福島グルメ Q、 このカゴの中に入っているグルメの商品名を当てるというクイズ企画になっています。でこれから出されるキーワードをもとに、はい、こちらですね、今回のキーワード、じゃじゃん、見えますか。はい、なんだろう、飯坂名物、素朴なお菓子、紅屋本店、中は固めの飴というこのキーワードをもとに会社の人に5分間ヒントを聞いて回って、最終的に当てて食べたいと思います。このカメラ持っていこう。仕事中すいません。お疲れ様です。福島グルメ Q です今回あのキーワードがこちらなんですけど、はい、飯坂名物、素朴なお菓子、はい、ベニヤ本店、中は固めの飴ということで、まなぶさんですこんにちはピンとくるものありますか？ありますよ。もうガキの頃からよく食べてましたし、ね、私食べた飯坂の名物お菓子ですよ。やっぱ有名ですよね。有名ですね。よくね、旅館とかにこう、はい、泊まり行くとお茶菓子に出てくる。色は何色ですか？と茶色。茶色、きなこっぽい。きなこじゃない、もっと言うとおせんべいの中に、あの飴が入ってて、ここにくるっと、くるっと、くるっと包む。あ、そうですね。包むというのはこうやってこう髪の毛こう結ぶ、うん、ゆわえる、え、なんだろう、カーラーって巻く、あ、巻き、雨、あ、生地は、生地はせんべい。よし、ではもう答えが分かりそうなのでこのままじゃ、私が導き出した答えはこちら、飯坂の巻きせんべいということです。なんかまなぶさんに聞いたところ、なんかせんべいのようなものに包まれてるとのことだったので、この答えになりました。当たっているんでしょうか。カゴの中身をオープン。おお、あ、見てください、当たってる巻きせんべい、あ、巻きは木はいらないですね。巻きせんべい、おいしそう。すごいたくさん入ってる。では1個いただきます。どんな感じなんだろう。なんか中に飴が入って、おー、なんか見たことありますか。いただきます。うん、まだ飴まで行き着いてないんですけど、もう一口いきます。おいしい。まずおせんべいおいしいんですけど、中、ごめんなさい、私の食べかけで飴が入ってるんです。あの、よく七五三とかでもらうような飴、こう縦長のやつだと思います。え、すごい。あ、なるほど、このぐらいの大きさの飴が入ってて、おせんべいに入ってる感じ。うん、甘い、おいしい。飴は噛めない。正解メモが届きましたので読みます。飯坂温泉の紅屋本店の名物、巻きせんべい。小麦粉と砂糖、卵などを丁寧に練り上げて焼き、熱いうちに中に水飴を手作業で巻きつけた巻きのように見えるせんべい。中の飴は初め硬いので注意が必要ですが、口の中に入れると柔らかくなります。室町時代に入ってきた南蛮菓子、どこか懐かしい味わいです、とのことです。あー、なるほど、中に飴硬くて真ん中の方までガブッといっちゃうと硬いので、ちょっとそれは注意だなと思ったんですけど、うん、うん、中見えない。なんか白い飴が